こんばんは。今は夜です。今さっきちょっと外に出かけてたんですけど、帰ってきたらもう目が腫れちゃって、左目こっちの目ですね。どうもね、花粉症と言いますかアレルギーですね。イネ科アレルギーが私あって、おそらくそんな感じかなと思います。すごい鼻も出ますし。梅ちゃん、今梅ちゃんがあっちで泣いています。なんかボールで梅ちゃんが今遊んでたんですけど、多分それがテレビの下に行って取れなくて怒っているので、ちょっと後で取りに行きます。こんな感じでね、もう右と左が目の腫れ具合っていうか、赤みもねパッと見てわかるんですけど、さっきねアレルギー薬を飲みました。皆さんアレルギー大丈夫ですか？なんか今年は私の体感ですけど、なんか去年よりもすごいなんかムズムズする 鼻とかなんか喉とか、しっかりちょっと対策できることは対策して、やっぱねこの目とかが腫れたり痒くなると、もうテレビとかも見れんし、とにかくこう気になって何もできなくて辛いので。今日は早くこのまま寝ようと思います。バイバーイ。今日はねママがね、上の子たち保育園組の遠足だからカブちゃんを預かってんだよね。カブちゃんは、ご機嫌です。はい、ご機嫌です。カブちゃんもここに遠足に来ていますね。最近カブちゃんはさ、はい、こうやってこちょこちょするの。なにカブちゃん、潰れた。カブちゃん、よいしょ。喜んでるよ。はい、喜んでるね。楽しいんだよ。カブちゃんはね、これが大好きなんです。こいつ左手で食べるんだよね。本当だ、左利き？左利きかもしんない。左利きかな？ねえ。左利き10人に1人ぐらいだったっけ？今8人目？あ、違う。この子は7番目です。ね、まあ1人ぐらいいてもね。うん。アブちゃん、これ食べてから。あ、アブちゃん、おいしい？両手で持ちたいんだよ、多分。まあ、そういうこと。うん。食いしん坊だな、それにしても。おいしそうだね、ボリ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 。うん。いっぱいあるよ、食べます。え、私？うん。だってカブちゃんに怒られちゃう。これ全部持ってかれるやん、つば、ね。うん。でもおいしい、これ。私も個人的にこれ買って食べてる家で。え？何これ、ハグハグだったっけ。はいはいはい、はいはい、うん、これ美味しいよね。あ、この右手で持ってる。あ、本当だ。まだな、利き手とかっていうあれがないんか。うん、美味しいね。食べる。うん、美味しい。10ヶ月の赤ちゃん。うん。ちょっと貫禄あるかもしれないけどね。うん、そうそうそうですよ。何？今夜は？今夜はっていうか、土曜の夜は？生配信の予告ですよ。あ、そうなんですか？はい。何されますか？明日ですからね。あ、今ね、今日今撮ってるのは金曜日だからね。うん、明日の夜ですから。うん。何しましょう？土曜の夜は毎週9時から生配信でございますけれども、はい、先週はなんかジェンガして、うん、おジェンガしたよくわからない感じで終楽しかったじゃん、うん、あれ難しかったんだって、あの色指定だったじゃん、あのジェンガ、
だけど木のやつでどこ取ってもいいやつにしたらいいんじゃないの。え、絶対そっちの方がいいと思うよね、うん、でもない買いに行かないと人家今から買うのレオレオに行こう。え、レオレオに。なんで。おもちゃ屋さんに買いに。好きだよな。ついでで、ちょっとついでに、ああ、シャア専用に乗られる。乗ったことあります？ないです。一回ちょっと乗ってみた方がいいですよ。あれ本当にすごいから。マッサージチェアでしょ、うん、あの赤いやつでしょ、うん、お前買いもしないのにずっとあそこで寝てたんでしょ。この間買おうと思って寝てたんです。一体いくら、おいくら万円あれ、シャア専用の。100万はいかんぐらい。100万いかんぐらいって高っ。ちょっと本当にね、ああ、全身凝ってるじゃないですか。凝ってます。一回体験してみてほしい。へえ。ね。うん。さあ行こう。カブちゃん。さあ行こう。今すぐ行こう。え、今？カブ連れて？うん、え？さあ行こう。今行こう。いつ行くの？今でしょ。気持ちいいよ。まあね、うん、これいいんですか、もう一本。はい、いいですよ、うん、もう一本あげてください。はい。カリカリドルガン、なかぶちゃん、美味しいの。美味しい、いい子だね。うん、よし、さあ、じゃあレッツゴー。マジで言ってるの？なんで？始末じゃないときはない、ないマジ。だってもうほら出かける準備されてるじゃないですか。私ですか。なんそうだね。これゴミだよ。これゴミは危ないからこうしとこうか。カーブちゃん。なんかこの角度からカメラをずらすともう汚いね。そうなの。ちょっともずらせんだ。ちょっともずらせんね、難しいな。ここかな。こうだな、角度は。すごいもんね、うん、こっちはちょっと映せんな、うん、ちょっと今映っちゃったけどね。見て、まあ、ほとんど光さんのせいだけどこれ。いやないよ、俺の荷物一個もねえな。びっくりするぐらい、びっくりするぐらい光でしょ。よく見てごらん。カブちゃんだよ。カブちゃん笑ってる。カブちゃんってすごいパパっ子なの。さっき私ちょっと2人でカブちゃんといたんだけど、パパさんの声がするともう泣き、うん、構うなんて。かわいいカブちゃん。仲良し？カブちゃんパパ大好きだよな。なんか大きくなったね、カブちゃん。この前の90ヶ月検診の時より。めちゃくちゃくん。ちょっと乗ってみて。10キロいったんじゃない？いったかもしれない。この前だって 9.7。赤ちゃん測れるの？うん。足と足じゃなくてもいけるんかな？やってみようか。どうじゃ。10.5 いったね。 10.0 も 10kg いったね、うん、多分服だってね、うん、な、10kg ぐらいやな、うん、カブちゃん いったね。 10kg おめでたん。でかいんじゃない。重たいんだよ、うん、うわ難しいなこれ写すの。さあ行こう。ちょっと私なんかね、うん、かよ。朝ごはん食べられました？食べてない。そんな時間なかったんだよ。コーヒーでも買いに行きましょうか。カブちゃんのノーノーノー。ジェンが買いに行かないと。ジェンですか。ね、黒ひげとかの方がいいんじゃない？ポーンってなる。ああ、黒ひげはあるよ、家に。田んぼ家に。うちで？うん、剣ある。ある。嘘。知らないよ。ないと思う。え、この前買ったよ、だって。
もう一瞬だよ。ケンがあちこちにあって、ケンを拾っては捨てる、拾っては捨てしてるママの姿を見たりする。いや、ないわ。じゃあないわ。どうするか、ぶちゃん。なくならんもん、これいいな。まあ、玉コロコロさして遊ぶゲームあるやん。うん、玉がね。どうしたらいいな。つかみにはね。あれがいいんじゃない、あれ。なんか赤とか青とかのとこにこう手をつくやつ。あ、ツイスター。うん。あれはもうなくなりようがない。なくなりようがないな。うん。確かに。あれはどっかにあったよな。なくなった。全部なくなるんだよね。あとは？まあ、いっか、またお楽しみだな。うん。みんなで楽しくやろうや。じゃあね。カブちゃんバイバイ。カブちゃんバイバイするか？バイバイ。カブちゃん、バイバイは？ちょっとだけしたかな？